水沢競馬11レーススプリングカップ1600メートルです。能力偏差値ですが A ランク2等 C ランク3等のレースとなります。統一指数と指数グラフによる能力判断と適正判断の有用性を確認してください。これから偏差値上位場の適正分析を指数グラフで解説していきます。最後に適正を反映した予想印を公開します。 指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列。右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。一枠一番、クロールキックです。能力偏差値はトップで、 偏差値ランクは A ランクとなります。金5層では4層前、5層前に黄色線を上回っています。特に5層前は黄色線を15上回る優秀な指数をマークしています。能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです。全馬比較のグラフへ切り替えます。この馬のグレー色はトップグループの一角であることがよくわかります。距離適性を見ていきます。 距離は紫色の丸です。今回は1600メートルとなります。指数がピークとなっている5層前はピンク色の着順が2着で、紫の丸が1600。9月はピンク色の着順が2着で、紫の丸が1700。1600は守備範囲です。展開面を見ていきます。先行力分析シートで、レース展開予想を解説します。それでは、先行力分析シートへ切り替えます。 一角侵入予想図ですが、逃げ馬が1頭います。先行タイプが矢頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、5層前は2番手からの競馬です。 9月は3番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は38でトップです。上がり指数は23で4位です。楽に好位につけられる高い先行力を持っています。展開面はプラス評価していいです。上的性を見ていきます。指数の上の漢字が開催場を表します。ここが数字だと当地水沢での出走です。水沢では 指数を落としています。上適性はマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。7枠8番、栄心龍樹です。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは A ランクとなります。金5層では、前層、2層前、4層前に黄色線を上回っています。特に4層前は、黄色線を18上回る優秀な指数をマークしています。 能力的には、トップグループの一角で、連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている一層前は、紫の丸が1400。四層前は、紫の丸が1500。1600は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている一層前は花を切っての競馬です。四層前は二番手からの競馬です。逃げ、先行が良いタイプです。 展開分析シートに切り替えます。先行力は38で2位です。上がり指数は29でトップです。まずまずの先行力で先行できそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。8枠9番 3A ブレイブです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では 五層前に黄色線を上回っています。能力的には、二番手グループの一角で、連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている一層前は、紫の丸が1600。五層前は、紫の丸が1400。1600は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている一層前は二番手からの競馬です。五層前は四番手からの競馬です。 好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は27で4位です。上がり指数は22で5位です。まずまずの先行力で好位につけられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。7枠7番、竜のガルシアです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では5層前に黄色線を上回っています。特に5層前は黄色線を15上回る優秀な指数をマークしています。能力的には2番手グループの一角で連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。1600は守備範囲です。展開面は中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は 29で3位です。上がり指数は26で2位です。まずまずの上がり指数でちょい差しを見せられそうです。上的性を見ていきます。指数の上の漢字が開催場を表します。ここが数字だと当地水沢での出走です。水沢では指数を落としています。上的性はマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。3枠3番。 マルルッです。能力偏差値は5位で偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では黄色線を上回ったことがありません。能力的には上位馬には劣ります。三着候補まで良いと思います。距離適性を見ていきます。1600は適距離です。展開面は中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は10で9位です。 上がり指数は9で時期です。選行力、上がり指数ともに全く評価できません。させない高いリスクがあります。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは8番です。能力偏差値は2位の A ランクです。枠順にリスクはありますが、距離と展開を高評価しました。対抗丸を打ったのは 一番です。能力偏差値はトップの A ランクです。上適性にリスクはありますが、展開を高評価しました。馬券ですが、丸を打った、1番と、二重丸を打った、8番と、お軸に、相手は黒三角を打った、9番と、白三角を打った、7番と、三着はその他印から選んでください。